さあその声援に後押しされるかのように入場してまいります。シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー225パウンド宮本和志、赤コーナー230パウンド奥村茂雄。レフリー和田恭平。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがいかがですか？そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は二人ともどっか悪いというところがないですからね。プレッシャーになるんじゃないですかね。キックを打っていきます。棒を入れていきます。フロントからのキック、抱えます。させません。ロープに逃れます。行くのか、ロープに振った。ドロップキックを放ってまいります。打ち込んでまいります。切り返します。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。掴みます。キックで返します。組みに行きます。逆に倒します。ブレンバスターに取ります。強烈に打ち込みます。ロックアップ。さあ今宵もこの男のグレードの高いレスリングというものが展開されるのでありましょうか。その的確なレスリングテクニックで常にファンを魅了していくこの男は、一瞬たりとて見逃すわけにはまいりません。返してまいります。組み合います。馬場さん、こういった技一つを取っても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、構え方がね。なるほど。掴んだ、エルボーを振り落とします。掴んだ、打ってまいります。蹴ってまいります。掴みます。エルボーを落としてまいります。ロックアップ、倒してまいります。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。ドロップキック、あっとエルボー下に飛ばした。こうやって倒れることがね、一見弱く見えるんですがね、倒れた方が痛くないんですよ。はい、うずみを取ってるわけですからね。こういうところが面白いんですよ。ああ、そうなんですか。肘を打ち込んでまいります。腕をフックします。ブレンバスターでぶん投げます。スタンディングを取らせます。
あっと腕を決めていった。フロントキック、逆にバックに回った、腕をフックした、打たせない。読んでいます、まさに読み切り小説。技の仕掛けがものすごく早いですね。やっぱり勝ちにやってますね。そうですね。組み合った、対角線に飛ばした。Yeah!
さあその声援に後押しされるかのように入場してまいります。特別試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー260パウンド保坂秀樹。赤コーナー270パウンドジムスティー。レフリー和田恭平。ビール保坂。ビール。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか。外してまいります。ブレンバスターに取ります。フロントからのキック、抱えます。DDT 組に行きます。投げてまいります。馬場さん、この試合の勝負のポイントあるとすればどこでしょう？ポイントは僕にはまだ分かりませんけどね。この戦いの意気込みは両者から感じられますね。はい、組み合います。コーナーに振った。ショルダーをぶつけていきます。ロックアップ、リング下に落とします。皆さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらな、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。リング内に戻ります。リング内に戻ります。乾いた音が館内に響きます。ロープに飛ばした。己の体のみを信じて真正面からぶつかってまいります。この男、そのパワーというものはまさにレスラーの凄みをストレートに表すものであります。さあその男が今夜も重戦車のキャタピラを回していくのでありましょうか。河津落としです。足を殺してまいります。蹴ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。張ります。ドロップキック、キックを打っていきます。行くのか、させません。フロントからのキック、キックを打っていきます。打ち込んでまいります。逆に振り返した。そうは点は落ちませんね。そういうことになりますね。ロックアップ、ラッシュスイープ、カーズ落とし。腕をフックした。リング上の殺虫剤いく。ショートレンジ気味のラリアット、組み合った。ロープに振った。パワースラム。
ずり返した。コメントお願いします。両選手の頑張りに。本当に素晴らしい試合ですね。いけるか。ロープに振ってタックルぶちかわし、一気に料理するのか。エルボードロップ強烈、フロントキック、投げっぱなし、ダウン。ガジェット組み合った、至近距離からのライアット、すごい顔で打つ、逆に振り返した、カーブドロップで落としていった、引っこ抜きか、パワーボム投げ捨て、首をかっ切るのか、サイドを取った、そのままゴールで叩きつけた、カウント3つ、カウント3つ入りました。雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。250パウンド、ジョージー・ハインゼイ、195パウンド、カズ・ハヤシ、赤コーナー250パウンド、ジョニー・スミス、235パウンド、プチマサノブ、レフリー和田恭平。ジョージー、木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。掴んだ、フロントからのキック、抱えます、蹴ってまいります、行くのか、ロープに振って
後ろに投げてまいります。掴みます。立ち上げ式で打ってまいります。ここでタッチです。足を抱えます。あっと円陣切り。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。あー、なるほど。組み合います。首から突き刺さります。気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。ロックアップ。プロとして試合をしていく上でやっぱり重要なのはいかに頭を打たないかということなんですよね。そのためにレスラーは受け身を本当に何千回も練習しますからね。ああ、まさにそのあたり日々の鍛錬というわけですね。もちろんそうですよ。心の連携が冴え渡る。組みに行きます。ロープに飛ばした。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。そうですね。スイッチしてまいります。組み合います。逆に振り返してストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロープブレイクであります。行くのか。このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。フロントのヘッドロックに取ります。パンチを打ち込んでまいります。ロックアップ。逆に投げてまいります。粘着室よろしく。首4の字固めに入ります。ロープに逃れます。抱えます。ボディスラムです。腕を取ります。腕攻めに転じます。行くのか。フライングメイヤー、ラフサッポーに転じます。腕を捉えます。腕を取ってまいります。ロープブレイクであります。戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。ストンピングです。スイッチしてまいります。ダブルで放っていった。ギロチンドロップ。ロックアップ。グラウンドでのヘッドロックであります。ロープに逃れます。腕をフックします。キックを打っていきます。あーっと、組み合った。スタナー強烈、全体重を落としていった。酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。リングに戻ります。場外に移行した。リングに戻ります。
ていった。いけるか。強烈に締め上げる。完璧にたどり着きました。ここでタッチだ。リングに戻ります。
場外に移行した。いけるか、あと逆に倒した。リングに戻ります、リングに戻ります。抜くのか、打たせない。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、こっから自分のペースに持っていきたいですね。さあがっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。ここでスイッチ、組み合った、正面から投げていった。スワンダイブのミサイルキック、長田ロック2、もぎ取れるような首筋、組み合った、ロープに振って、あっとそのまま後ろに投げていった。タックルぶちかわし、ここでタッチだ。いけるか、場外に落とした。場外に降りる、ガチッと組み合った。残り時間5分、正面から投げを見舞った。ブレインバスター行くのか、ブレインバスターで叩きつける。リングに戻ります。リングに戻ります。さあタッチ、ピッコルヒカーダブルアームスープレックス、そのままタイガタム、耐えました。さあ首をかっ切った、カウントは入る。ロープブレイク、ロープブレイク、いけるか、すごい形相で締め上げていく。おっと腕を決めていった。残り時間3分、3ミリッツ、頭を掴んでエルボーを打ち込む、エルボー強烈、ボディスラムで叩きつけた、ギロチンドロップ、強烈、あっと鈍い音がした。腕を取った、腕を壊しにいった、組み合った、スタナーが突き刺さった。立たせていく、裏投げに転じる、一気にスパークするのか、ガジェット組み合った、あっとスタナが決定されました。その姿を今表します。
遠雷のような地響き、選手たちの闘志に火が灯る瞬間であります。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー280パウンドスティーブー・ウィリアムス、260パウンドマイク・ロトンド、赤コーナー300パウンド、ジャイアントバーバー、300パウンド、スタン・ハンセン。レフリー和田恭平。ゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ここでタッチです。キック投げてまいります。粘着質系の技に転じます。組み合います。なんて言うんですかね、プロっていうのは強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうか、そういうことがないと上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。パンチを打ち込んでまいります。抱えます。キックを打っていきます。倒してまいります。バックからスリーパーに入ります。腕をフックします。させません。ロックアップ、逆に振り返して、あっとエルボー、掴んだ、蹴ってまいります。チョップであります。掴みます。エルボー、行くのか、逆に振り返した、ストマックへの攻撃であります。この辺りの攻撃いかがですか？いい攻めですよ。スタミナを奪うには効果的ですね。チョップが奪ってまいります。腕をフックします。打たせません。バットリバースで返してまいります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターでぶん投げます。腰を落とします。耐えます。簡単にはいきません。抱えます。させません。パンチで返します。足を抱えます。パンチで返します。
蹴りを見舞ってまいります。掴んだ、ボディースラムで叩きつけます。逆水平、鉄拳を見舞います。バックを取ります。ハンマーを振り下ろします。組に行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。掴んだ、ラフな展開になるのでありましょうか。ショルダータックルで倒します。スイッチしてまいります。いやらしい攻めを見せてまいります。10分経過、10ミニいくのか。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。させません。外してまいります。キックを打っていきます。ラフ殺法に転じます。掴みます。頭突きを打ち込みます。蹴りを見舞ってまいります。コーナーに振ってキックで返します。あっとパンチです。ここでタッチです。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。ダイエット強烈、組み合います。パンチで返します。フロントからのキック、蹴り上げていく、ガジェット組み合った、逆に返した、ブレインバスターで叩きつける。さあタッチ、腕を取った、腕を壊しに行った、組み合った、あっとコブラツイスト、耐えました。
そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。片エビに持ち込む。ショルダータックル、なぎ倒し。組み合った。場外に落とした。場外に移行した。いけるか。あっと、投げていった。ストンピング強烈。ガジェット組み合った。ボディスラムで投げつける。リングに戻ります。いけるか。逆に振り返した。組み合った。ロープに飛ばした。強烈タックル。強烈タケカタエビが食べ、蹴っていった。ロープに振った。グロッキーヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。カウントは入る。3つは入りません。ここでタッチだ。ガジェット組み合いスモールパッケージで丸め。勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕にも想像がつきません。カバーの体勢。返した返した。返しました。組み合った。ロープに飛ばした。いけるか。締め上げていった。ハンマー気味のパンチ。エビに固める。トゥーカウント。ガジェット組み合い、おっと丸めていった。完璧にたどり着きました。ダブルで放っていった。あっと顔面踏みつけ。残り時間5分。チョップ強烈。ビッグバッツ。カウントツー。ラリアット行くのか。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。逆に振り返して。残り時間3分。あと逆に丸めていった。岸壁の母の胸に抱かれました。ガジェット組み合った。逆にロープに振った。ショルダータックル、なぎ倒し。いけるか。正面から投げていった。逆エビで一気に反り上げる。ここで7のゴング。
鳴りやみません。この男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。ハセピー、特別試合タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー240パウンド長谷博士、240パウンド太陽圭半、赤コーナー240パウンド川田俊明、240パウンド長井光也。レフリー和田恭平。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。テイクダウン、掴んだ、ハンマーを振り下ろします。ロックアップ、ロープに振ってキックを打ってまいります。行くのか、そのまま倒してまいります。やってんぞ。あー回していった、蹴ってまいります。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを落としてまいります。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、足、膝上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああそうですよね。張ります、組みに行きます。こういうペースの持っていき方はうまいですよね。これで自分のペースに持っていきたいところですよね。うん、チェンジオブペースといったところですね。組み合います、ロープに飛ばした、掴みます、チョップを連続で打ち込んでいきます。引き起こします、スープラトンで放っていった、行くのか、ボディスラムです。なってまいります、掴みます、強烈に打ち込みます、組みに行きます、フライングメイヤーで倒します。ローキック、膝を使ってまいります、掴んだ、キックで返します。組み合います、ボディスラムで投げてまいります。鋭いキックです、
みます。逆に返します。ロックアップ、逆に振り返した。ロックアップ、パンチで返します。逆水平を打っていきます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。掴んだ、回転してのキックです。行くのか、倒してまいります。館内がどよめきます。組みに行きます。投げてまいります。肘を打ち込んでまいります。キックを打っていきます。さあ粘着室よろしく、締めに転じてまいります。ロープに逃れます。組み合います。逆に振り返して、ナダルスキのブレーンバスター、強烈。ここでタッチです。させません。スイッチしてまいります。スリーパーで締め上げます。ロープブレイクであります。10分経過、10 minutes pass。 組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。キック攻撃を担ってまいります。組みに行きます。リング下に落とします。リング下に降ります。掴んだ、スピンキック、足を取ります。足攻めに転じます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。膝へのキックです。掴みます。エルボー、スイッチしてまいります。見栄を切ってまいります。リング下に降ります。ロックアップ、あと鉄柵、エルボーを入れていきます。リング内に戻ります。行くのか、相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロープに逃れます。ローを打ち込みます。容赦のないキック攻撃です。蹴りをぶち込みます。腕をフックします。いや目まぐるしい展開ですね。互いに動きが止まりませんね。逆水平、腰を落とします。パンチで返します。顔面に突き刺さります。ドラゴンスクリューで倒した。レッグロックに持っていった。ロープブレイクであります。ここでタッチです。フロントに捉えます。させません。15分経過、15 minutes pass。 心の連携が冴え渡る。ラフサッポーに転じます。掴みます。キック攻撃を見舞ってまいります。ニーを落としてまいります。ロックアップ、フライングメイヤー、バックからスリーパーに入ります。ロープに逃れます。
を打ってまいります。
腕をフックした。させません。いけるか。飛びつき式の嬉しい逆十字。こすりって同締めスリーパー。岸壁の母の胸に抱かれました。ここでスイッチ。ガジェット組み合った。ロープに振った。小脇に抱えサイドからバックトラップ。首根っこをつかんだ。強烈な勝負。肉体を躍動させる。トップロープを狙うリングに戻ります。さあタッチ。頭を掴んで顔面蹴り。いけるか。ガジェット組み合った。正面から投げを威張った。耐えました。エリボーを打ち込む。どうか。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。Yeah.